皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね9月7日木曜日の取引を見ていきたいと思います。で、まずですね地合いから見ていくとニューヨークダウがですねマイナス198ということで、まあ、3万5000で、まあ、横上髭陰線ですね、まあ、ここで一つ抵抗線ができて、そこから3万4500を割れる下回る展開ということで、まあ、続落となっています。で、まあ、それを受けてというかね日経平均もマイナス249ということで、まあ、今日までねずっと短期線に沿ってねこう綺麗な右肩上がりのチャートだったんですが上髭の陰線ということになっています。で昨日ですね、夜ね、まあ、今週メイン水曜日がメインと言っていた ISM、まあ、経済指数アメリカの経済指数の発表がありましたが、まあ、内容的には結果的にはですね円安方向ということで、まあ、上振れた数字が出たんですが、まあ、ただ147後半148手前で、まあ、ある程度ね重くなっているということと、まあ、最近ですねもうここ何週間何ヶ月はそのスワップがねロングの方がかなり高いのが確か水曜日なんですよね。なんで、まあ、引け、まあ、遅い時間ですよね。かなりもう10時とか11時ぐらい夜のねから結構やっぱロングが増えているっていうところで、まあ、高い、ま、円安のままね、引けました。で大体木曜日ね円高になることが多いんですよね。その次、まあ、スワップの利確というかねもう重なって、で、今のところはまあ十字の陰線か、まあ、上髭の陰線のような形になっていますが、まあ、このままですね大きく上に、上げるのか、まあ、この147今落ちてるね147、148のラインを、大きく超えていくのか、まあ、ここら辺でね147後半で、まあ、横横か一回落ちてですね値、を固めるかっていうところはこれはねすごい難しいんですよね。チャート的にはこの下髭の陽線からかなり強くて、まあ、昨日下髭の、陰線が出たぐらいだとまだね暴落とかね高止まりってほどとは言えないんですけど、まあ、かなりこう牽制発言も出るぐらい148って結構高い水準、まあ、円安水準ってことですね。であってですね、まあ、今週今日、まあ、明日木金と、まあ、特に大きな経済指数がないんで、まあ、その経済指数狙いで激しく動くみたいなことはあまりないと思うんですけど、まあ、逆にですね、まあ、来週ですよね1週間後を見据えると、まあ、FOMC とか、まあ、日本の金利の方にだんだん焦点が当たっていくのかなと思いますよね。でそうなっていくと、まあ、サプライズはですね、まあ、日本も金融緩和今すぐ変えるってことはほぼ、まあ、十中八九ないと思いますし、まあ、逆に、まあ、アメリカの方もですね、まあ、利上げ年内 0.25 あと1回、まあ、あるかないかで、まあ、今回はおそらく、まあ、ゼロ、まあ、横横でもう1回11月というかね、年末にもう一発あるのかぐらいだと思うんで、まあ、どちらにせよね、そんなにサプライズはないと思うんですよね。だからまあ、一番ベタな展開は、その日本は現状維持。で、アメリカが、今回はゼロで、まあ、次回 0.25 するかみたいな発言で、上下激しく動くかなっていう展開ではありますが、まあ、一応警戒感というかね、から、まあ、円高に行く日というかね、何日かはあると思うんですよね。まあ、一応前回ですね、の、まあ、FOMC の時も145で横横から、まあ、140割れというところまで落ちていますし、まあ、今回もいきなりストンと行くのか、まあ、横横になって落ちるのかはわかんないですけど、まあ、ある程度高い水準からですね、まあ、数円、当然円高に行く、機会はあると思います。で、さらに前回の145よりも、まあ、高い、まあ、高いというかね、円安水準なので、まあ、もしね、140割れという時が、まあ、一瞬でもね、あれば、まあ、かなり、まあ、7円ぐらいですよね、の、まあ、下落というのは狙えるのかなと思いますけど、まあ、やっぱり145もね、結構硬いし、まあ、せっかく落ちてもやっぱ140ぐらいでは拾われちゃうのかなと。まあこの変更がなければですね。現状維持の場合ですよね。なのかなと思います。で、まあユーロもね、まあ今のところやや円高と。で、まあここ1週間ぐらいは同じこと言ってますけど、まあドルの、まあこう円安がね、かなり加速に比べるとですね、ユーロの方が、まあ160つけてからね、かなりこう重くなっているとね、動き的には重くなっているということですね。まあ円安には変わりないんですけど、
まあ、かなり上値高値がね重くなっていて、さらに、まあ、平均線に沿ってこう右肩上がりではあるんですが、まあ、どっかのタイミングでね経済指数とか何かニュースというかね材料が出れば、短期線割れて、まあ、ちょっとねトレンド変わってもおかしくないかなと。まあ、ただ一発その経済指数だけで大きな変更点がなければ、まあ、この時みたいにね、まあ、押し目にはなってしまうと思うんですけど、まあしっかりね時間をかけてというか、短期線が下向いてこうデッドクロスになるような感じになっていくと、まあ、少しずつねチャート変わっていくのかなと思います。で、最後ですね、マザーズなんですが、11.87、マイナス 11.87 ということで、ちょっと大きく落ちたかなという感じありますね。1.5% 下げということです。で、今日はですね、まあ、昨日とかなり似てます。見ていく銘柄ですね。ただ、今日は海阪が大きく上げていたりとか、まあ、GNI ね、まあ、ある程度材料で尽くしなのかなというところで下げていたりとか、ネクステージ、まあ、昨日見ましたね、ストップ安。で、PDS 若干盛り返していたんですが、アメリカのですね、キャピタルリサーチというところがですね、保有割合が、減少したという報告も出ていて、で、まあ、さらにこのニュースがね、まだ解決したわけでもないので、今日は、大幅下落ということになっています。まあ、ここら辺、今言ったね、銘柄を中心に見ていければと思います。で、まずですね、海阪から見ていきたいんですけど、はい。で、海阪、引けにかけてね、大きく上がってます。高いところ610というところまで上がって、まあ、引けはね、589で、まあ、高い時はなんかプラス50以上あったってことですかね。まあ、トンピンさんのツイート見てもね、まだ海阪終わった感じではないですよね。で、今 PTS がまだ始まっている時間ではないので、今日はですね、PTS を見ていく銘柄はないんですが、まあ、600超えたところで、陰線出て、まあ、2連続下げということになりましたが、まあ、今日陽線がね、上髭の陽線なんですけど、出たので、まあ、ここでね、まあ、600前後で、まあ、根を固めて、もう一段上に行ってほしいなと思う海阪ですね。で、まあ、海阪以外ですね、トンピンさん銘柄、例えばビューティー花壇に関しては、マイナス34ということで、下げています。まあ、昨日がですね、上髭の、まあ、大陰線みたいな感じですよね、2000超えてから。で、まあ、今日は十字の陽線、まあ、ただマイナス引けということです。で、あとはですね、アジャイル。まあ、これトンピンさん銘柄というか、まあ、多くリツイートされているという、銘柄なんですけど、こちらは 8% 上げの、プラス174ということで、2316。もうこの短期でも10倍をはるかに超えてきたというアジャイルですね。で、この後ですね、ネクステージとか、まあ、GNI を見ていきたいんですけど、まあ、一つですね、まあ、ピクセラのチャートを見ていきたいと思います。はい。で、ピクセラなんですけど、まあ、この3円とかなんで、まあ、そこまでね、激しい動きというか、わからないように感じますが、まあ、1週間ほど前はですね、1.7 をつけたんですよね。で、今 2.7、そして今日 2.8 もつけて、まあ、1.7 から 2.7 なんで、まあ、そこまでね、その激しくというか、なんかあんまり凄さが伝わらないと、単位が小さすぎて伝わらない感じはありますが、まあ、実際 1.7 から 2.7、まあ、2.8 っていうことはですね、まあ、17万円が、まあ、27万円になったとかね、170万円が、270万円になったっていうことにはなるんで、まあ、たくさん買っていた場合ですけど、まあ、もちろん一番下で買っているというのはなかなかないと思いますけどね。で、まあ、一応チャート的にもね、じわじわこう、そこね、切り上げてきたかなと。で、ピクセラに関しては正直、業績の面とか、会社存続の面で、まあ、黄色信号ではあると思います。正直危ないという注意銘柄ではある。まあ、だからこの株価なんですけど、まあ、ただ、結構ですね、このワラントというかね、資金調達の面で、資金自体はなんとかこう、確保しつつあると。いうことで、まあ、どこの銘柄でも当てはまるんですけど、業績良ければ上がるっていうのはまあ当たり前ではあるんですけど、ただこのピクセラに関しては、まあ、このね、何年かもずっと、まあ、下方修正というかね、決算出すたびに赤字拡大というのがずっと続いてるんですね。まあ、ただ、まあ、赤字縮小とか、まあ、ちょっとでもこう、売り上げが増加っていう風になってくれば、もう落ちるとこまで落ちてますんで、まあ、逆にですね、他の銘柄とかね、期待されてるところだと赤字縮小とか、ちょっと売り上げ上がったぐらいじゃ上がらないとかね、下がるところあると思いますけど、もうここまで落ちてくるとね、もう期待もかなり薄れている分、次回の決算で、
ちょっとでも数字が上向いているとですね、まあ、変な話、その次の決算で大きく落ちたとしてもね、まあ、一時的ななんかちょっと、でも一時金じゃダメだと思うんですけどね、売上の面でちょっと上がってくるだけでも、まあ、ここはかなり低い分、まあ、2倍3倍とかね、まあ、今が2円3円なんで、まあ、5円6円とか、まあ、それだけでも2倍とかになっちゃうんですけど、とかも狙えるのかなというところで、まあ、決算次第というところと、まあ、ちょっとリスクがあるんでね、そんな大きくは資金出られないと思いますけど、まあ、ちょっとね、こう小さい資金とかで狙えても面白いのかなぐらいです。まあ、ただかなり注意は必要ということは、まあ、覚えておいてほしいんですけど、次ですね、ネクステージ見ていきたいと思います。はい、でネクステージマイナス90で落ちたところは2500までいっているので、2500割れですね。なので、まあ、落ちた時は200以上という下げにはなっています。でこの後材料を見ていきますが、まあ、このね3800の高いところからね、まあ、材料ありきで、まあ、悪材料ありきで、大きく2600割れるというところで大きな下落で、今日はかなり長い、まあ、下髭の陰線ということになっています。でネクステージのですね、まあ、材料ニュース見ていく前にいくつか注目銘柄読み上げていきたいんですが、まあ、ダブルスコープマイナス27、終わり値1128ですね。で A バランスマイナス 2% 下げの、マイナス75、まあ、3600ちょうどということになっています。まあ、A バランスもねなかなか、上向かずと、反発なく、まあ、ずるずる落ちているという展開ですね。で GNI マイナス127、5.6% 下げ、まあ、材料で尽くしかなっていう感じはありますね。ちょっと、まあ、短期で、ね、一気に上げたんで、まあ、利確があったりとかね、底値を確認する展開かなというところです。でソシオネクスト、マイナス530ですね、15780ということで、こちらも続落。まあ、ソシオネクストに関しては昨日の、動画でも言いましたけど、まあ、日経、平均銘柄ね、名を連ねるかっていうところが、まあ、採用されなかったというところがもう尾を引いているというかね、で、続落というところかなと思います。で最後ですね、ネクステージの、ニュースを見ていきたいと思うんですが、まあ、時価総額はですね2129億円ということで、まあ、ただ昨日ですね見た一部ね週刊誌でも、ビッグモーターズだけじゃなくてね、ネクステージもかなり悪質だったんじゃないかっていうのは、まあもうすでに出ているということで、今日見ていくのは、アメリカのですねキャピタルリサーチ社がですね保有割合が減少したということで、まあ、これ出てるってことは、まあ、昨日のでかい売りの時にね売ってるのかなっていう感じはありますけど、まあ、ただ9.23 が 9.12% に減少。まあ、それでもある程度ね、がっつり売ったとは思うんですけど、まあ、それでもまだちょっと小さいかなって感じしますよね。なんかもっと一気に、9.2% からね、まあ、なんか 7% とか 6% まで下がったのかなと思ったんで、まあ、そう考えるとそこまでめちゃくちゃでかい下げではないんですが、まあ、ちょっとずつこう資金が抜けていくというか、まあ、確実に信用は失ったんじゃないかなと思いますね、ネクステージ。で、まあ、今回はですね以上になります。よかったら、自分がやってるツイッターのリンクあるので、下の概要欄ですね、ツイッターのリンクあるのでツイッターフォローしていただいて、でこちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録をして、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。ツイッターは下の概要欄からチャンネル登録よろしくお願いします。